ストラトスは、クライスラーの一部門である、ダッチが販売していた自動車である。ランチやストラトスとの混同を避けるため、ストレータスと表記されることもある。ストラトスは、JA プラットフォームをベースとしたセダンとして企画された。JA プラットフォームは、ニューヨーカーなどの l h プラットフォームよりも小型で、ミッドサイズとコンパクトの中間的な位置づけとなっている。北米では、 ストレータスと発音される場合もある。エンジンに当時グループ会社であった三菱自動車製を採用しているのが特徴。北米ではダッチで展開され、欧州などその他の地域ではクライスラーブランドで展開された。北米でクライスラーブランドで販売されていたモデルはデザインの衣装を変更し、クライスラーシーラスを名乗っていた。 初代モデルについては1995年に日本へも導入された。2006年に生産を終了し、その役割をダッチアベンジャーに引き継いだ。ストラトスは JA プラットフォーム搭載者のダッチ版モデルとして比較された。美女により一回り小さいセダンボディが与えられている。同じ JA プラットフォームのクライスラーシーラス、プリムスブリーズは前後バンパーのデザインが異なる程度の 姉妹車である。当時クライスラーが推進していたキャブフォワードコンセプトに基づき短いノーズと長めのキャビンを備えた滑らかなボディスタイルと個性的なフロントマスクを持つのが特徴である。搭載されるエンジンは2.5リットルの部位があった6、気筒、サイチェシーで最高出力は 160PS。軽く触れるだけで自動変速を行うセミオートマのような機構が特徴で、 オートスティックと呼ばれる、クライスラー独自の 4AT が組み合わされた。2代目は2001年にデビューした。プラットフォームは、JA プラットフォームを進化させた、JR プラットフォームを採用している。JR プラットフォームは、三菱ギャランのプラットフォームを改良したものでもあった。先代までのセダンに加え、クーペが追加された。姉妹車には、クライスラーセブリングがある。デザインは、 先代のコンセプトを引き継いだ流線的なものであった。ストラトスは1990年代を象徴していたクライスラーの一連のクラウドカーとしては最後の一台となった。クーペモデルに関してはプラットフォームを含め基本的な部分でエクリプスと共有しており、コンポーネントも少なからず共通となっている。同一グループ内でセブリングなどの競合車種が存在していたため、 販売面では振るわず、クーペは2005年に、セダンは2006年に販売を終了した。なお、メキシコでは、ターボチャージャーを取り付けられたバージョン、ストラトス R-T もラインナップされていた。ありがとうございます。